谷崎純一郎乱菊物語二人侍その摂津の国芦屋の浜の松林の道を一人はこすあに死ぬの馬かま一人はじっとくに同じような半馬かまを履いた二人の侍がどっちも二三人の若党を従え 大して急ぎの旅でもないらしく肩を並べながら髪型の方へゆるゆる馬を歩ませていた小数青の男は播州の大衆赤松家の家中の久米十郎左衛門十徳の男は赤松家の代官浦上家紋之助の家来の沼田正右衛門であったしかし この二人は国を出るときからこうして一緒だったのではない。久米の方は浦上家に知れないように、沼田の方は赤松家に知れないように、こっそりとお塩の町を抜け出したのだが、一方が鹿間の港から船に乗ると、一方も同じ港から船を仕立てたらしく、早くもメガの沖合でへさきを揃えるようになった。それから高砂の裏を過ぎるまで、 めいめい相手の船の様子を伺いながらにらめっこをしてくるうちに日が暮れてしまった久米は沼田をはぐらかすつもりで明石の裏で船を乗り捨てた明くる日の朝ほと一息して人丸塚のほとりで休んでいるとそこを沼田が尻目にかけながらスタスタ通っていくではないかそして舞妓の浜樽見、塩屋境川ととうとう播磨から摂津へ入り 「いつも後になり先になりして一方が馬を雇えばまた一方も馬を雇い一方が宿を取ればまた一方も宿を取り抜け駆けをするにもやり過ごすにも偶然申し合わせたように足並みを揃えてしまったのである」「もっともそんな妙な羽目に落ち込んだのはまるきり偶然というわけでもない」どううせこうなった以上、 沼田は沼田の行き先を知りたく互いに行動を探り探り来た結果でもあるそれというのがどちらも秘密を守るように固く主君から言いつけられていたものの実は同じような使命を帯びた良好であって自然巧妙争いの形になっていることが双方に見えすいていたからであるで2人とも腹の中で競争意識を燃やしながら 昨日一の谷で出会った時にもぷいとそっぽを向いてしまったがそのうちにどちらも少しずつ自分たちの態度が滑稽じみていることに気が付き始めた元来今度の使命というものの性質がそう無きになって敵味方に分かれるほどのことでもないそれに第一この調子では多分目的地までが同じところかもしれないのにこれから先の道中を こうしゃちほこばってにらめっこしていかなければならないとはあんまり大人げがなさすぎる2人はみちみちそう考えたら急に馬鹿らしくなったものか須磨寺の門前でぱったり顔を合わした途端に両方からくすぐったそうな目つきをして危うく吹き出しそうな塩梅だったがでもその時は貴様から先に挨拶をしろと言わんばかりに意地を突っ張って痩せ我慢をした。 さて今朝になって兵庫の津を立ってから港川を渡り幾多の森を越え見ぬ目の裏を過ぎめいめい笑いの虫を噛み殺していくうちにもうお互いが逃げ隠れする根気も抜けずうずしく馬の靴輪を並べながら春のながのポカポカした砂浜の道を打たせていたがおかしくなればおかしくなるほどなお強情に肩をいからして。 ちょうど三陰の森のあたたた。りまで来た時だった「やれやれ」と人りとのように言ってとある木陰に馬をつないだ十郎左衛門がどっかと木の根に腰を下ろすと「やれやれ」と正右衛門も同じように馬から降りてすぐその横に腰を下ろしたそして目がひょいとかち合った拍子に「うわははは」と二人一度に笑い出してしまった。 いかかがですかなご役と最初に口を切ったのは正右衛門の方であったがこの「ご同役」という言葉がおかしかったので「わはははともう一度2人は笑った「いいお天気でございますねさようまことに今日は結構な日和で」2人は冗談めいた口調でそんな挨拶を交わしてから また、しばらくは何食わぬ様子で海の方を眺めていたが。時にと言いかけて、庄右衛門がじろりと狡猾そうに横目を使うと十郎左衛門も来たなという顔でじろりと使った。孫公はどちらまでお越しで。ははは。いいや、笑い事じゃありませんよ。私よりも五老体はどちらへ？ まあ、孫公から言いたまえ。そうおっしゃらずにあなたの方から。しかし、お互いに考えてみるとバカバカしいじゃありませんか。下手隠しに隠したところで始まりませんな。隠すよりは現れるはなしですね。武士が戦場へ赴くのならありがたいが、こういう役目は助かりませんよ。あまり名誉でもありませんね。 若いい主人を持ってる身は辛いですな。ご同様にねそこで二人は声をそろえて目から涙の出るほど笑った「ですが久米氏」と言って正もうはふと気がついて「こらこらお前たちはもっとあっちへ行ってなさい」と若党たちを遠くの方へ追いやってしまった「ですがこれも」 元はといえば孫悟のご主人から出たことだねいやそんなことがあるものですかあなたのご主人から出たことですよこりゃいけないこりゃ老人が悪かったせっかく孫悟と仲直りをしたのにここで喧嘩を始めちまっちゃ何にもならないただいまのは取り消し取り消し庄右衛門は慌てて口に手を当ててあわわをした自分で老人と言っている通り 松江門の方が十郎左衛門より二十近くも年が上で今が分別盛りの四十八区という年配ものの言い方や表情の仕方にどこかおどけた愛嬌があって酸いも甘いも噛み分けた苦労人という趣があるのでそれが主人の家紋之助に重宝がられているのだが当人も内々武芸のたしなみよりはその方に自信があるらしくおだてられればいくらでも物知りぶって見せて 若い者を煙に巻くのであるそこでともうお互いに「つの付き合い」はやめとして一つ仲直りのしるしに孫晃のご出張先を伺いたいもんだね私が言えばあなたもおっしゃってくださいましょうなそりゃ言うまでもない話さ私の方は京都ですよいやさそれは分かってる 今日は女の美しきところ。だが、今日のどちらでそいつが、実は恥ずかしながら、まだ一向に当てがないんで。ほうほう、それはそれは、しかとさようかな。ところで、五郎隊の方はラツガレの方は、どっこいこいつはちょっと申し上げかねるが、まあそのなんだ、二つ三つ聞きを読んだところがござるて。 翔右衛門はそう言って、にやりとして空うそぶいた。聞きを読んだところとおっしゃると。どうもつらいな、それを言うのは。まあいいでしょう、ちょっとぐらいおもらしくだすっても。いや、なかなか。役目の手前、こいつはご勘弁に預かりたい。でも、ご老体、そりゃあ罪ですよ。私のような若年者は、さっぱりこんなことにかけると経験がないところへ持ってきて、 生まれつき不水と来てるんですから出てきたことは来たものの広い京の町をただ当てもなしにうろうろするよりしようがないんでいつどんなものにぶつかるのやら何とも心細いんですよふんふん伺ってみるとそんなものでもござろうかな何しろご老体のことだからそこはもうご除祭もなく これがいけなければあれ、それもだめならあれというふうに、ちゃんと手を回して調べて終わりになるんでしょうな。年は若いが人の悪い十郎左衛門は、老人の口を割らせようとして、そろそろ水をむけるのであった。いかがでしょう。そのうちの一つか二つでもいいんですか。いや、せっかくではござるが、ただ何事も秘密秘密。 それは近頃お情けない。あなたはいずれ民ゴと玉を手に入れてお帰りになる。早速殿のご褒美に預かる。私の方はまごまごすると首が飛ぶかもしれやしません。ねえ、ご老体、武士は愛た互いと言いますぜ。戦場の儀は是非に及びませんからな。じょ、冗談じゃない。こんな戦で命を捨てたら武士もやりきれたもんじゃない。 少しは若い者をかばってやってくだすっても損にはなりませんよではこういたそうこうして道中をご一緒に参るようになったのも考えてみれば何かのご縁だそこでお互いに仲良く助け合うことにしてまず京へ参ったら万事は老人が指図いたすから孫公は鴨川の東八つがれは西というふうに手分けをして探すといたそう なな。るほどなしかし川から東といったら清水坂幕津ヶ原祇園の社どうもあの辺り人家も一向少なくって割が悪いようですがいやそうでない町の真ん中には決してめぼしい獲物はござらんそこいらが孫公のお若いところだすると何ですな八重むぐら茂れる宿のわび住まい さよさよ、片山里の目立たないところに少女の二、三人もおいて風流な芝のいりを結んで主の君は滅多に顔を見せたこともなくたまに寂しい琴の音ばかり漏れてくるそういうところに昔ならば小郷局、ね、義王義女といったようなのが住んでいるものだそこでご老体は川から西を受け持たれるんですか 八つがれは西孫恒は東それで毎朝出がけに必ず三条の橋の上で落ち合って今日はどこそこどの方面というふうに互いの手はずを相談いたそうそいつは願ってもないことで「その代わり孫恒よもや間違いはござるまいが抜けがけの巧妙はなさるまいなもし孫恒の方が先に優れものを手に入れたら八つがれの方を待っていてくださるだろうな」。 そして国へ帰る時も一緒ということにいたそうではないか大丈夫ですかな五郎たそんなうまいことおっしゃってまさか人を出し抜くようなこれをあしたりせっかく孫公のおためをはかって信ぜるのにそのお互いは心外に存ずる万事は老人の胸にあることだあっちへ行ってからゆるゆる策をお授け申すから何でもやつがれの言いつけどおりにやってご老次郎 これで話がすっかり決まってさっきまで意地を張り合っていた2人はそこから仲良く馬を並べて歩き出したのであるが正右衛門は十郎左衛門を十郎左衛門は正右衛門を互いに一杯食わしてやった気で腹の中ではこっそり舌を出し合っていたそれはそうと京へ参ったらちと我々も殿様にあやかりたいものだな そのくらいいいなな。があってもいいわけですなその点も八つ金が,が心得ておるいずれお気に召すようなのをご終戦いたそう何から何までとんだ五百回になりますどうもこれも芳芽の義理で仕方がないね孫公の方が年は若いし男前はよしこっちはよほど分が悪いがなんだか一人で越に行ってる正江衛門の様子を見ると 左衛門は急にまたおかしくなってきてくすくす鼻の先で笑った全体この老人が今度の役を振られたというのは確かに適材適所である当人も口ではバカバカしいと言っているけれどその実大いに嬉しいんだろう女にかけたら人のことでも目尻を下げる男だから主人のために目かけを探しに行くということを だ光栄に感じているのかそれでなければ今日は女の美しきところで役目の予得を楽しみにしているのかどっちかだだがこの老人口が軽くて機嫌快で好人物そうに見えていて案外ずるいところがある「ためを図ってあげる」などと親切ごかしに人を丸めて縄張りを荒らされないように予防線を張っておいてその間にそっと自分だけが手柄を立てる魂胆だろう。 よしよし先がその木ならこっちにも了権があるぞ人を東へ追っ払おうとする以上何か西の方に目当てがあるんだな佐賀か小室か西の京かどうも佐賀あたりが臭いようだぞとにかく行き先を突き止めてあべこべに花を明かしてやるからしかしそんなことを考える十郎左衛門もまんざら適任でないことはない ただこの男は個体が聞いて抜け目のない割に根が忠義で固まっている心からの殿様思いで主君上之助のためなら戦場に出てはもちろんのことどんな損な役どころに回されても骨身を惜しまず働くのであるだから上之助は何かというと十郎左衛門を呼びつけて他の家来に言いつけにくい要件はみんなこの男のところへ持ち込むそこで 今度もこの男が見込まれたわけであった二人の侍はそれから日を重ねて淀川を一つ船で登ってある日の夕方無事に伏見の里に着いた「京へ入っては人目があるこの辺でひとまず別れ別れになりましょうかな」と松右衛門が分別臭い調子で言った「ではご老体明日の朝は」 三条の橋で待っておりますよ約束をたがえては困りますよ大丈夫だとも愚郎がお引き受けいたしたからには親船に乗った気でいさっしゃいでは八つがれはこれから鳥羽の方を回ってまいるそれではごめんを道中気をつけておいでください十郎左衛門は正右衛門とたもを分かって五六町行った時分すぐ 若党の余平寺に耳打ちをした。「あのな急いであの老人の後をつけてどこへ行くか確かめてこい悟られないように用心して行くんだぞ」。余平次は心得て暗くなった夜道を取って返したその二。ここでちょっとこの二人の侍が 同じ時に同じような使命を受けてこんな競争を始めるようになった司祭を語ろういつの時代でも田舎に領地を持っている色好みの大名が鴨川の水で磨かれた京の女を召し下して妾に持つことに不思議はないしかし京の女にも工芸があって大名のそばめとして恥ずかしくないような和歌還元の道に達した 物腰格好の痛々しいほど雅や,やかなまあ一口に言えばおぼろ月夜の花を見るような老たけた美女というものはいくら都でもそうそう町の真ん中に転がっているはずはないつまりそういうのは九重の雲深きあたりの空気を吸い神立名天井人とも言われるような階級の教養の中に育った女でそれが宮廷の生活に縁の遠い 荒くれ武者の憧れの的だっただから昔はそういう女をまるで宝物扱いにしてしばしば朝廷から褒美に賜ったことがある源三味頼政のあやめの前新田義貞の口頭のない日というようなのがそれである地方の武士の豪族で都の風流を学びたがっている連中は一つは根屋の慰みに一つは 風流学の教科を受けて都会人の作法を覚えたいためにいずれもそういうのを手に入れようとしたがるのだが「強女でもそんな上等なのになると大概公家の生まれであるから格式や文知を尊び側室はおろか正室に迎えようと言ってもなかなか田舎の大名風情においそれとなびいてくれない」したがってそういう種類の強女は在来から相場が高く。 地方へ来ると珍重されるということになるところが近頃この京女の相場がだんだん下落してきた今までは容易に近づきがたかったやんごとない際の女でも金さえ詰めば随分言うことを聞くようになったそれというのは何しろしっきりなしの戦で京都は残りなく荒らされてしまい 一時はほとんどやけの腹にななったような始末で、戦いの合間に武士がいろいろな乱暴をする武士ばかりならいいが土民の一揆だのあぶれ者の団体だのが一緒になって放火略奪強盗そんな狼藉を毎日のように働くから武力のない公家などはとても物騒で済んでいられない応仁の頃には時の関白金螺公でさえ略奪を食らって 家財道具をあらかた賊に盗まれた挙げく方法の手で奈良へ逃げ延びたという有様で天井人で騒涼の貴族で騒涼のといってもへとも思われない強い者勝ちの世の中になってきたのだからもうその時分公家という公家が屋敷を焼かれ財産を奪われ命からがらみんなどこかへちりぢりバラバラに失せてしまった。でそういう落ちぶれた公家のお姫様の中で 親が殺されてしまったのやかどわかされたのやそれほどでなくてもいよいよ旧白のどん詰まりに追い込まれたのが背に腹は変えられないでこっそり身を売るようなのができるひどいのになると九九つ子の群れと選ばない境外になって辻に出るそうでないのはさすが昔の身を恥じて上辺は小綺麗に暮らしているように見せかけながら陰でこっそり客を引き入れているのもある。 それからもっと気の利いたのは腐ってもタイだという顔をして炊事は破れ軒は傾きながらもとにかく屋敷の体裁を備えた由緒ありげな家に住まって下民どもにはそばへも寄れない見識を張りながら内々どこかの国持大名にでも迎えられるのを心待ちにしているのもあるえてそういうのは都の片ほとりの歓声な区域に立ち腐れした公家の別荘の 懲りの住処になっているような構えの奥にひっそりと世をわびているのであったそんなわけで当時は田舎に流れてくる都の女も少なくなかったしまた田舎からそういうのを探しに出てくる人買いもあり何々少々の恩娘と言われたのはどこそこの神のもとへ身を寄せた何々中納言の姫御前は 何がしの国主に売られていった」などという噂がぽつぽつ地方へも聞こえてくるのでそれを耳にする大名たちは「そんなら俺も」というふうにめいめいこっそり人を京へ登らせて鳥の市の羽子板ではないが売れ残りにならないうちにせいぜい人の羨むような素晴らしいのを見つけ出そうという気になる「もっともこの方は羽子板と違って売れ残りどころか」 後にななるるほどだんだんん高級なのが現れるつまり公家の旧白が下から次第に上へ波及する結果で「石家」とか「生家の家」とか最上級の家柄のものは初めは世間の思惑をはばかって痩せ我慢をしているけれどしまいにはそんな中からも一人二人皮切りをするものがあるとそれに勇気を得てあちらからもこちらからも見栄や外文を繕ってはいられないのが 口のうまい仲介人に解き進められて、渡りに船と身を落とすようになる。だから、都を探しさえすれば、まだまだどんな錠玉が埋もれていない限りもないし、最後に行くほど、あっと人々を驚かすようなのが発見されるかもしれないわけで、そう慌てるには及ばないのである。しかし、久米十郎財門の主人、赤松和佐之助は、 何分にも年が若いだけにせっかちであったそれに上総介の身辺は大名とは言いながら非常に孤独で何事も思うままにならないところからひとしお優しい女性の医者を求める心が強くもありまた実際にそれが必要でもあったなぜかというのにもともと彼は播州の大主の家に生まれたのではなく 同じ赤松の流れを組む七条のグランド元久の子で早くジップに死に分かれて京都に留宮していたのをまだ「最小丸」と呼ばれていた七つの年に当家もらわれてきたのであるその折養家には千君左京の大夫正則の忘れ形みとしてたった一人の女の子がいるばかりであった最小丸はやがて元服して 上の助政村と名乗りこの家付きの娘が13歳になった時に彼女と婚姻の式を挙げたもののどうも夫婦仲が面白くない結婚の当座政村の方もまた17という年でお互いにままごとのような間柄ではあったけれどもその時分から一方はわがままいっぱいに育ってきた大名の一人娘でやんちゃで気かぬきで 夫と言っても元は浪人の孤児であった最小丸の昔を知っているせいかとかく政村を心から敬愛するという風がないそこへ持ってきて家付きの娘と養子とでは家中における待遇も違い側近の者の態度も違うそれが部屋住みの自分のことなら我慢もできるがすでに家督を譲られて左京の大夫亡き後の国主の地位に座ってからでも ななお家臣たちが命令を聞かない何かといえば「親方様はまだお若くっていらっしゃいますからと」と忠義顔をしておせっかいをする。現に大使と言われるのは名ばかりで「晩秋備前美雅か三ヶ国の政権というものは自分の領地でありながら自分の意思の通りにはならず老身の裏上府氏が勝手気ままに仕置きしている。 それがいかにも貫くいと思っても千君からの信任を受けて陽君を盛り立てるという形式をとっているのだから養子の身では押さえつけることができない浦上一家はそれをいいことに増長してきて一日一日に主家の権力を自分の手に納め今ではほとんど赤松家をしのぐ威勢になったのであるこうして上総介は うちには夫婦の不和があり外には献身の幕府があり両方から圧迫されているので胸中の不平を誰に訴えようもなく憂鬱な日を送りながらいつも思い出すのは自分が生まれてから七つの年まで追い育った都の地であった自分の真の父上も真の母上も都で生まれ都で死んだきっと都に行きさえすれば 父や母に似た優しい人や美しい人がいてくれよう、なろうことなら、こんな固い中の名ばかりの大名なんぞやめてしまって、都の空へ飛んでいきたい。そういう彼の望郷の思いはいつからともなく、取り留めのない恋心、ただ漠然と、今日の人の面差しをしのぶ憧れに変わった。何でもいいから、 家中のやつらが目を向くような上老育ちの女を連れてきて一つは妻へ面当てをしてやり一つは口やかましい老親どもをびっくりさしてやりたいものだとそんな考えがだんだん矢も盾もたまらないほど募ってきたので俺はこう,こうしようと思うよとある晩妻にそれとなく匂わせてみると妻は嫉妬の気配をでも見せることかどうぞお好きなように遊ばしますし 今のご身分でおそばめの一人や二人お抱えなさいますのに何のわざわざしゃ釈に及びましょう私などがとやこを申す,すじ合いとは存じませぬ」と皮肉交じりに冷ややかな調子で突き放してしまった上総介は腹の中で「よし今に見ておれ」とますます意地になりだして「この使いを誰に頼もうと」と腹心の家来どもの中を物色した末 結局十郎左衛門に白羽の矢が立ったというわけところがここに一つ厄介な邪魔が入ったそれは浦上三政神か,から早くも鑑賞が始まったことで上総介も予期しないことではなかったからできるだけ内密にしていたのだがおそらく連中の方から浦上家そっと中心がいったのであろう三政かの言い草は 今の時勢を何とおぼしめしておられます。天下はおいおい大乱になろうとする兆しがあるばかりか。ご領内の上主たちも、隙さえあれば敵方に内通をし、君に向かって弓を引こうとしている者が多い場合でござるのに、上にお立ちになる方が女職に溺れていらしては、今に必ず千君の無名を汚すようなことが起こりましょう。というようなことで。 詰まるところはまだ一本立ちができもしない年配のくせにおまけに養子の分際だのに妾を持って楽をしようなどとは先君、左京の大夫殿のご幸運をお忘れになったのかということに帰着するだがそう言われると道理は道理に違いないからではまあ俺ももう一応考えてみようとうるさい親父の前はおとなしく折れた体裁にして。 何構うもんか黙って事を運んであとで一はふかしてやれと思っていると親父の方はそれでうまい具合に済んでしまったが今度は意外なところから競争者が現れてきたそれは美雅坂のせがれの家紋之助村宗であった全体この男は今までにも何事かあると上総助に盾をつくのである。 盾をつかなければならないような運命のもとに生まれているとも言えるのである一方は赤松一方は裏上主従とはいえ陰では権力の奪い合いをしている家の若主人で両方とも同じくらいの都市格好でしかも家紋之助の方は美まさかの実子次男ではあるが嫡子の大御神宗助が創生してしまった今日では 浦上家には大切な家督相続人であるからその点で上佐之助よりずっと幅が利き威張ってもいる従って自然上佐之助に負けまいとして身の程を忘れた戦場の振る舞いをするそれを哲て親の美政かも平気で許しておくどころかかえって親の方が力こぶを入れて自分のせがれを主家の息子の上に立たせよう立たせようとする上佐之助が元服をすると 家紋之助も同じように立派な儀式で元服をした一方で婚姻の式を挙げると一方もそれに劣らぬ盛大な式を挙げた主人が10人の故障を置けばこっちも10人の故障を置いた何でもかでもそういう調子で張り合ってきただから今度もその家紋の助が黙って噂を聞き流しにするはずがなかった ふーん、締めたぞ。親方が先にそういう手本を示してくれたらこっちもそれを口実に真似ができるいい折を見て親方をそそのかしてやるかな彼は親父の美政とは反対になるべく父の忠告が採用されないようにと望んだである日上総介が馬場の柳の木の下に将棋を据えて 馬の稽古にも飽きたというふうにぼんやり休んでるところへ出かけて行ってしばらくたわいもない世間話の相手をしてから「そういえばちらっとうかがいましたのにおそばめをお抱えなさいますそうですがいかが遊ばされますな」とそれとなく水を向けてみると「うんまあ」と言って上総介は口の中をもぐもぐさせながら苦笑いした。 実はそのことで弱ってるんだよ。はどういうわけでなーにねうっかりしゃべったもんだからえらい評判になってしまってそりゃあ世間の口はうるさいもんですがしかし何もそんなことをご遠慮なさらんでもようございましょうそうもいかんさ第一お前の親父からしてやかましいことを言いおる 親父なんぞが何を言ったってお取り上げになるには及びませんどうせ年寄りなんてものは頑固に決まっておりますからねじゃあお前が後を引き受けてくれるかいようございますともぐずぐず言ったらきっと私が責任を負いますよこの仲の悪い主従はそれでも幼友達なのでこんな具合にうわべはひどく心安そうな口を聞くのだが 近頃、家紋の助の言葉遣いがだんだん存在になりだしてまるで芳牌と話をするような物言いをすることがちょいちょいある「いいですよ構えはしませんよせっかく思い立たれたのに」と家紋の助は声を落としてけしかけるような目つきをした「親父はどうでも私は賛成しますがね」いやよそう賛成してもらわないでもたくさんだよ。 こやつ俺を出しに使って自分がうまいことをしようという了見だな上総介はそれに気がつくと変に勘に触ったのでわざとにべもなくそう言い切った「よすよ俺は本当に」「本当にですか上に立つ者がそんなことをすると下にいる者がきっと真似をするだからいけないとお前の親父がそう言うんだ」すると何ですか 真似をされるのが尺だからおやめになるんですか家紋之助はむっとしたらしかったがすぐ意地の悪い薄笑いを浮かべたああそうだともだからやめるけどお断り申しておきますがおやめになるとおっしゃってこっそりお抱えになったりしてもじっに知れますぜいやありがとういろいろ心配をしてくれて片付けない 時期知れるならそう気をもまんでもいいじゃないか気をもむわけじゃありませんがね人を出し抜くつもりか何かで大いに当てが外れることがございますからご用心なさらないと二人はそれなりにがりきって別れたがいずれの思いも同じであった馬場から帰ると一方は十郎左衛門を一方は正衛門をめい,めいが大急ぎで呼び寄せて密使を含めた この競争に負けてはならんぞ。相手を叩き落とすような素敵な玉を掘り出してこいといずれの家来もそう言われたその3十郎左衛門はどうかして好人物の老人をおだてて泥を吐かせようとしたけれど敵もさるもの。そこはさすがに口の軽い正右衛門でも 何か胸中に生産ありといった様子を匂わせるだけで羽化とは種を明かさないだがまあ洋平時に後をつけさしてあるからいずれ行き先は知れるに決まっているところでこっちは差し詰めどうしたものだろうと早速京へ着いた晩に頭をひねったがふと今夜は町に宿を取らないで清水のお堂へこもってみようとそう思いつくと我ながら明暗なのにはたとばかり膝をたたいた。 これは近頃いい考えが浮かんだもんだだもただ今日の町を犬も歩けば棒に当たる式に探したところで霧がないからまず何よりも清水様へお参りをして祈願をかける毎晩毎晩印のあるまでは幾日でもお参りをするそしたらきっと観音様もご利益を授けてくだすってありがたい夢のお告げがあるかもしれないそれに 昔からあそこのお堂で親子が巡り合ったとか若い同士が幸せな恋のにしを結んだとかそういう話がいくらもある参郎をする人々のうちには随分身分の卑しくない女房たちもいることだから仏様のお導きでどういう手がかりがないものでもないこれはイカさま妙計だぞよもや正右衛門のやつは気がつくまい。十郎左衛門は、 一人で北総へ見ながらお堂へ着くとすぐに坊さんの詰め所へ行っていくらかの寄進をしてからそっと話しかけた「あの卒じなことをお尋ね申しますがこのごろおこもりをする人たちはだいぶ大勢おりましょうかな」「さあ」と言って坊さんは「田舎から来た侍だな」という顔つきでじろじろ眺めながら ここのお堂はいつでももなななななかかか繁盛しますよあなたもご三郎になるのかなはい私は播磨から参りましたものですが少々願い事がございますので今夜は是非おこもりをさせていただきますそれはそれはごきとのことだなつきましてあの妙なことを伺いますがあの定めし何でございましょうな 上お方々植えつかたの女房などもこもっていらっしゃいますでしょうな坊さんがうろんな顔をしたので十郎左衛門はそう言ってから慌てて付け加えたいやその何しろ旅のものでして都の様子がさっぱりわかりませんものですからもしや尊い方々に失礼でもあってはならないと存じますんでそういう方々はちゃんと区別がしてあって。 お堂の中にそれぞれおつぼねを設けてありますよ。ははすると今夜あたりもそのおつぼねにどなたかいらっしゃいますかしらさよう上京あたりの大名宗の女房たちそれから飛鳥家のお姫様烏丸殿姉の公司殿の方々まずお名前の分かってるのはそんなものですかな 十左衛門はその飛鳥家のお姫様という名を聞くと我知らず胸がピクッとした大名州の女房などに用はないとにかく今夜はそのお姫様のおつぼねのそばへ行っておこもりをすることだどんな願い事があってきているのかどうせ公家の娘のことだからあんまり景気のいい願かけではないだろう所領は横領されてしまうし家屋敷は焼き討ちを食らうし もう生きていても何の望みもないというので世をはかなんでの仏参りかな両親もいないしどこと言って身を寄せるべきしるべもないそれで年が十七八で器量が美しいと来たら耳寄りの話だが来る早々からそんな注文は血と虫がよすぎるかなお堂の中はなるほど坊さんの話の通り偉い繁盛である。 おこもりをする稀仙老若が、差し物を広い建物の至る所にうようよしていて、とても収容しきれないのと、何しろ暖かい陽気のことだから、一息れが強いのとで、一部分の格子を上げたり、扉を開け広げたりしてあるけれど、その敷居の際にも、外の縁側にも、黒い影がゴロゴロしていて、中には階段に腰掛けているのや、床下にむしろを敷いているのなどもある。 もっともこれらの群衆のすべてがことごとく信仰のために寄ってきた全男全女というわけではない正直のところその半数は大概打ち続く戦乱のために宿なしになった連中なので世が世ならば花見遊山にでも遊び暮らしたいこの春の夜ごろをここのお堂で甘えついをしのいでいるのであるそういう一種の不老人 食い詰め者の友柄が当時の都には何千人だか何万人だかわからないほどあぶれていて少し肝っ玉のできたやつは徒党を作って一揆を起こすか強盗を働くか土民兵や足軽に雇われるかするけれどおとなしいのはそうもなりかねてまず手のいい小じの境外に落ちてしまい夜になればあちらこちらのお寺の軒を訪ねて歩く。だからどこの寺院でも 皆相当にありがたくないお客様を引き受けるわけだがここのお堂は分けてもご本尊の霊言が新たかだし上流階級の参詣人があるためもらいが多いところから市中が騒がしい時ほど一層いろいろの意味での御利益を目当てに集まってくるものが絶えないのである十郎左衛門は何をおいても今度の使命を守備よく全うしますように どうぞ裏神家に花を明かさせるような美しいお方を授けてくださいますようにと真心を込めて観音様に祈ってからさてそのおこもりの群衆の中へ割り込んでみたが今も言うような連中のことだから一生懸命お経を読んでるの謎はほんの数えるほどしかないあとは半分寝言のようにもぐもぐ言いながらそれでも数珠を持ってるのはまだ首相な方で行儀の悪いのになると 丸柱に寄りかかって縦膝をしたままいい心持ちそうに口をポカンと開けているのもあれば心情道具を一切合作入れてあるらしい噂し袋を大事そうに小脇に置いてそれに頬杖をつきながらこくりこくりやってるのもあるもっとひどいのになるといぎたなく両足を投げ出してしまってグうグういびきをかいているもの 町屋かみさんらしいのが血のみごを抱えてギャーギャー泣くのを叱りながら居眠っているものこれではいくらお慈悲深い観音様でも人間どもの武作法に愛想を尽かしていらっしゃるだろうところでおつぼねというのはそれらの薄汚い人混みの頭を越したずっと向こうの内陣の右側の方に柱の数だけ部屋を仕切って別室を設けてあるのである。 だが柱の間ごとにあいにくミスが垂れているので問題の飛鳥イ居のお姫様の部屋はどれなどだか見当がつかない「もしもしちょっと物をお尋ね申しますが」と十郎左衛門は群衆の中からなるべく認定の良さそうなのを入れ出して声をかけた「飛鳥イ家の局というのはどれでしょうかご存知なら教えていただきたいが知りませんな。 私は旅の者ですから。尋ねられたのは頭に頭巾を乗せている修験者であったこの男も老いずるを背負ったまま金剛杖にすがって居眠っていたのが目をこすりこすりうるさそうに答えた「飛鳥池のお局なら私知ってるわ」とその時後ろで生めかしい声がしたので十郎左衛門は振り返った。 一目傘を膝の上に置いてうずくまっている小ざっぱりした身なりの女である顔は担ぎで包んでいるのでよくわからないが服装から押して都の人に違いないあのほらこっちから勘定して一つ二つ三つ目の柱ね」とその女は担ぎの中から人差し指の先だけ出してあちらのつぼねの方を指した。 あの三つ目の柱と四つ目の柱の間がそうなのよ。ああ、あそこですか。それはありがとう。女は十郎左衛門がそう言いながら、まだ何かしら訪ねたそうにもじもじしている様子を見ると、また話しかけた。あなた、何かアスカイ家の方に御用がおありなのいや、別に何も、ただちょっと聞いてみたんですがね。そう そんならここへお座りにならないつかぬことを伺うようですが飛鳥池のどなたが見えていらっしゃるんですよくは知らないけどお姫様だっていう話よ定めし年が若くてきれいなお方なんでしょうなええもっぱらそういう評判よあなたお顔を拝んだことはないんですかないわ一度も。 もう今日で6日もおこもりをしていらして時々内陣お勤めに出ていらっしゃるけれどここからじゃ何も見えやしないわただ非常に美しいお声ねお経を読んでいらっしゃるとりんりんと響いてまるで鈴を振ってるようだわそのお勤めの時にでもそっとどこかに隠れていて覗いてみるわけにはいかんもんかなつまらないじゃないのそんなことしたってあなた ふみののお使いいにでもいらしたのそんなわけじゃないんですがせっかく京へ登ってきたんで国への土産話にせめてそういうお姫様でも拝んで帰りたいと思ってねどちらお国は晩秋ですよ晩秋っていいとこねえちょっとお国のお話でもしてちょうだいよどうせ今夜は暇なんでしょ十郎左衛門は我知らずハッとした。 あまり馴れ馴れしく話しかけられるのでついさっきから女のそばに腰を下ろしていたのだったがその時女は担ぎの端を細めに広げて意味やりげな笑い顔を見せているのである私も今夜は一人ぽっちよ時期この近くなんだけどうちへ遊びにいらっしゃらないなんだいお前さんは分かってるじゃないの安くしとくわよ ほの暗い灯籠の明かりの下で衣の隙から薄気味悪い小鼻を含んだ目がじっとこっちを見つめているさすが都はこういうお堂の中にまで辻気味が出るのかそうとは知らずに田舎者を丸出しにしていたことに気がつくと急に十郎左衛門は体中が難しくなって飛びぬくようにそこを離れた「あら逃げなくたっていいじゃないの。 お侍さんと女は二三度小声で後ろから呼び止めたがやがて諦めると担ぎの中でクスクス笑った「どうも都は油断がならないあんな女の相手になってた間抜けさ加減と言ったらこんなところを正右衛門老人にでも見つけられたらとんだ笑い草にされるだろうしかし肝心の姫君のことがいくらかでも分かっただけが広いものだ」 おこもりをしてから今日で六日目だと言っていたから明日はちょうど満願になるぜひとも今夜のうちに詳しく突き止められないもんかな十郎左衛門は三本目の柱の前の板敷きにうずくまって居眠りを装いながらこっそりミスのうちの気配に耳を立てたとそのミスの奥で かかすにに女の忍び寝に泣く声が漏れる声はしくしくとむせびながら途絶えたかと思うとまた聞こえるつぼねのうちには光の鈍い探径が灯っているだけなので外からは様子がわからないが柱と水の淡いへ顔をつけて覗いてみると基調の向こうに23人の人影が動いている。が それはいましがた十郎左衛門が少しミスを煽った表紙にそこから空気が流れ込んだらしく、灯火の穂が瞬くままにただ影だけが揺らいでいるので、人は静かに絹ずれの音も立てないでじっと座ったきりなのである。もし、お姫様、ま、もし。しばらくしてから影の中の一人が、 囁くようにそう言った後でまたひとしきりしくしく泣く声が切れては続いた「ねえもしそれにしましても今からそんなそれはあんまりでございますよ。まあよく考えてごらん遊ばせ」「本当でございますよ。一度早まったことを遊ばしたらもう取り返しがつきはいたしませんよ。 いつでもおぼしたちさえすればお出来になることなんですからもっともっととっくりとお考え遊ばしてからでも遅いことはございませんよ。い,いえい,いえ何とおっしゃってもそれはなりません。お若いみそらでこれほどのご器量をお持ち遊ばしていらっしゃるのに何がご不足でそんな浅ましいことをおっしゃいます。このまあお立派なお串にどうしてハサミが入れられますものか。 そういういことを遊ばしたら目のとがあの世へ参りました時お父様やお母様に何と申し上げてようやら本当にねお姫様ばあやさんのもうストーリーでございますよそれに今夜は満願ではございませんかそんなお弱いことおっしゃらないでただ一心に観音様におすがり遊ばせきっとご利益がございますわう賀や腰元が がわ,わるそう言ってなだめている間も始終姫君は泣いてばかりいて一言も返事をしないさっきの女がまるで鈴を振るようだと言ったその声を聞けないものかしらんと十郎左衛門は胸をドキドキさせながら固唾を飲んだがいつまでたっても姫君はただしくしくとしゃくり上げるそれがみんな貴重の向こう側なので ほのかなほかげにもいろいろな模様の内木の裾が見えているけれどどれが姫君のでどれが付き添いの女房たちのやら区別がつかないだが驚くことはその貴重の方から漂ってくる何とも言えない香の匂いだ「金だか「邪香だか「キャラ」だか「無根香だかそれともそういうものが巧妙に調合された匂いだか とにかく十郎左衛門はまだ生まれてからこんなにも甘くこんなにも品のいい炊き物の蚊を嗅いだことがないなんだか嗅がされているうちにうっとりと見せられて体も魂もとろけてしまいそうな気がするそれはそうと一体姫君は何をあんなにむずかっているのか女房たちの話の具合から想像すると 多分現世の望みを捨ててまにでもなろうと言われるのを付き添いの人々がみんなで思いとどまらせようとしているらしく考えられるあの世へ行ってお父様やお母様に申し訳がないと乳母がそういうところを見れば両親は死んでいるのであるそうするとつまりいい人にでも思われて幸せな芽が出ますようにとそれを観音様へお願いに来ているので だから早まったことをなさいますなと腰元どもがいさめているのらしいこれはいよいよ有望になってきたぞ十郎左衛門は嬉しさに身内がぞくぞくした最初の晩からこういう大物に行き当たろうとはこれも全く観音様のお引き合わせに違いないただこの上はこの代物の首実験をするだけである 坪根のうちではそれからまだ女房たちがしきりに口を酸っぱくして慰めていたがとうとう姫君も泣きくたびれてしまったか「ねえお姫様少しお横におなりになってお休み遊ばせ」と乳母がそう言うとまもなくき物のにおいこもった部屋中の空気が生めかしい風を起こして同時に重いどっしりした衣装のすれる音が聞こえた。 これは言うまでもなく姫君が馬の勧めに従って体を横に伏したので幾重ねとなく身につけている地の厚いゴワゴワした精巧な絹の織物がさらさらザクザクキュッキュッという風に微妙な絹ずれの音を立てたのであるそれはまるで何十本ものそなれ松がひょ,うひょうとなっているような豪壮とも気高いとも言いようのない響きで あんな音をさせるのはよっぽど上等な反物でできた装束に違いないと思うと十郎左衛門は自然と頭が下がるように感じたがやがてその音もやんでしまうと今度はしんと水を打ったように静かになったおそらく姫君はすやすや寝入ったのであろう気のせいか機長の向こうで 安らかな寝息がほのかに聞こえるようでもあるついでに付き添いの人々もみんな寝てくれたらそっと中へ忍び込んでよそながらお顔が拝めるのだが都合の悪いことに他の者たちはまんじりともしないでお守りをしているいい塩梅にお休みになったらしいわねと女房の一人がひそひそ声でそう言っている本当にね ちっとはお休み遊ばさないじゃ。毎日毎日泣いてばかりいらしたら今に病気におなりになるわそういうのは乳母のお声であるだけどばあやさんあなたはどう思うこうしていつまでも中将様のことをお忘れにならなかったらたとえどういう幸運が向いてきたにしろきっと取り逃がしておしまいになるわ今度そういうことがあったらもう決してわがままおっしゃらないように そこはなんとか私たちがうまく仕向けなけりゃだめねお忘れにならないと言ったってお亡くなりになった方のことを今さらしようがないんだからね <laughs> そうりゃそうに違いないんだけれど全体お姫様はあんまり気ぐらいが高くていらっしゃるのが悪いのよこの前だって関東の御所様が是非にっておっしゃるのに鎌倉なんぞ嫌だなんておっしゃるんだからあれじゃ本当に。 けど小財翔さんお家柄を考えたらそうおっしゃるのも無理はないやねそれにご器量がご器量なんだし天人みたいに大美しいんだからそれがいけないのよばあやさんからそういうことをお言いになるのが間違ってるのよそうそう家柄を言っていた日には今の時節にとてもご出世遊ばすことなんかできやしないわ鎌倉の久保様は愚か平大名の衆だって ものの分かった情け深い人だったら結構じゃないのそれから先は声が一層低くなってしまったがここまで聞けばもう十郎左衛門には十分であったその「小宰相」と呼ばれた女房は短い春の夜の明けかかった時分眠気だましに外の空気を呼吸したくなったのであろう一人局を出て お堂の辰巳の縁の高欄のところにうずくまりながらほのぼのと霞の晴れていく空を眺めていると「失礼でございますが」とそこへ十郎左衛門が恐る恐る近づいていって声をかけた「見ず知らずのあなた様へ突然ご挨拶を申し上げる無礼をお許しくださいまし実は私は主君と頼むお方から 大切な御用をかってて、おりましてそのことにつき対岸が成就しますようにおこもりをしておりましたものですがつい今朝方新たかな夢のお告げをいただきましてこのお堂の辰巳の隅の甲欄に身なりの癒しからぬ一人の女将がうずくまっていらっしゃるそのお方のところへ行ってお尋ねしたらきっと願いが叶うぞよとそういう観音様のお言葉がありましたものですから それを力にいたしましてかように武士付をも顧みず少しもったいない気がするが観音様のご理想にかこつけて釣り出してやろう。十郎左衛門は遠い側業にこの計略を考えついたのでそう言いながらエボ星の頭を床につけて馬鹿丁寧なお辞儀をした。まあとかすかであるが驚く女の声がした。 確かに手応えがあったようである。と、ただそうばかり申し上げたのではお分かりになりますまいが、私の主と申しますのは、まだ若年にもかかわらず、さる中国の三角国を領しております大名でございまして、まあ、こう申したら、それとはっきり名前を申すまでもなく、ご推理をくださろうかと存じます。つきましては、 あることこの度都からる麗しい上老のお方をお招き申して春は花の御所秋は月見の台に末立祭り四季折々のお慰みにつけてびの道を学びたいと申されますようなことでぜひ私にそういうお方を探し申してこいそれも並大抵のお方ではならぬ都のうちでも一と言って二とくだらぬお方でなければときつい厳命をこむりましたものですから」。 まあ、と前よりも一層強く感激に震えた声が聞こえた十郎左衛門はありったけの弁舌を振るってここまで喋ってきてから初めて首をもたげてみたが小宰相の方はさっき出し抜けに話しかけられた時肩の辺りへずり落ちていた小内儀を再び頭からかぶってしまったので今の「まあ」という声は「 そのの細めに開けた隙間からら発せられるるである「多分夕べから根が足りないので腫れぼったいおしろいの剥げた顔を見られるのが恥ずかしかったのであろう」「しかし表は包んでいてもそんなに若い女でないことは察せられる」「まあ年の頃は356あるいはもっと四十近いのかもしれない。 菊葉色の小葵の呪文のある綾の小内儀がこうして間近く明るいところへ寄ってみるとだいぶ擦り切れて傷んでいるのがわかるこれではあの姫君の衣装のような絹ずれの音はしそうもないたった今十郎左衛門は身なりの癒しからぬお方と半分はお世辞のつもりでそう言ったのだがこの服装で無理に対面をつくろっているところはなんとなく哀れで。 よほど内緒は苦しいに違いないまあそんなご丁寧なご挨拶では困りますわどうぞお手をおあげになってくださいましな霧工場で固くなっている田舎侍の几帳面さに小宰相はちょっと当惑したらしくそう言ってからでもあなたのおっしゃる通りなら何というありがたいことでしょう 今のお話をお姫様やばあやさんにお聞かせ申したらどんなにお喜びになるかしれませんわ。はあ,あ本当にやっぱり今日は満願の日でしたわ南無完全お菩薩。とあとは口の内で言ってお堂の方を向いて手を合わせた襟の間から水晶の数珠の端がほの見えてそれをさらさらと揉む音がする。 これはまた手応えがありすぎるあまり深入りしないうちに一応姫君を見届けなければと十郎左衛門は少し慌てたがさてどういう風に切り出していいかわからなかったもしまだ私に何のことやら下せませんがそのお姫様とおっしゃいますのはあこれはまあつい嬉しさに取り紛れて申し遅れてしまいましたわ私の主人といいますのは るやんごとない東招型のお娘子でそのあなたのを探していらっしゃるそれはそれはお綺麗なお方なんですが実はそのお姫様もこの間からここのお堂におこもりになっていらっしゃいますのすみませんけれどあなたちょっと待っていてくださらない私とにかくばあやさんに話してきますわしかしええ何にしましてもその前によそながらお目通りを十郎左衛門がそう言ってどぎまぎしている間に では話してきますからねと小財翔は急ぎ足で局の方へ行ってしまった観音様を利用したまではよかったけれどあまり薬が効きすぎてのっぴきならない羽目になったのでまあ仕方がないこうなった以上成行きに任せてやれと次郎左衛門は度胸を据えて待っていたがどうしたわけか話に暇がかかると見えて ななかか「乳母は依存のあるはずはないがこのお塩梅だとまた姫君がダダをこねているのかもしれないせっかくここまでとんとん拍子に運んだのにこう時間がかかるようでは何か故障ができたのかしらん十郎左衛門は今度は少しやきもきしだしたあのさっきの峰の松風に似た絹ずれの音 さながら血筋の滝のようなさっという響きそれからあの貴重の影の世にも悩ましい滝物の匂い楊貴妃だの聖子だの外織姫だの小野の小町だのいろいろな美女の魂がこもってるようなあの甘い香り待たされてみるとその印象がよみがえってきて好奇心が募るばかりであるやっと小財相が出てきたのは それから半時以上も過ぎた頃だったいかがでございましたかなご守備は尋ねられると小財翔は仇にくるまった大きな頭を静かに左右へ振ってみせたお気の毒ですけれど私ばあやさんに叱られちゃったわそう言って一層決まりが悪そうに顔を包みながらいいえねこういうわけなんですよ あなたは夢のお告げがあったとおっしゃるけれど、もしそれが本当なら、私たちの方にも何か印がなければならない。ところがこちらにはそういうお知らせがないんですから、そんなことをうかと真に受ける人がありますかっていうのよ。でもあなた、お怒りになっちゃいやよ。ばあやさんが言うんですから。いや、私はともかくも、お互いになっては観音様の恩罰が恐ろしいございますがね。 ええー、本当にそうですとも。けどばあやさんという人は時勢遅れの頑固な年寄りだもんですから話が分からなくていつも私たちが困るんですの。いくらお家柄がお家柄だって今の世の中には1にも2にもお武家方に頼らなければ朝夕の煙さえ立てかねるような始末なんでしょそれをばあやさんはいつまでも昔かたぎで威張っていこうとするんですから今までにだって何度幸せを逃がしてしまったかしれないんですの。 あれではお姫様のおためにもなりはしないわ小財将は途方に暮れてぼんやりしている十郎左衛門の耳の旗へうずたかい頭を持っていって急に声を落とした「ねえあなた何かばあさんを信用させるような証拠の品を持っていらっしゃらないそしたら私きっと骨を折ってみるけど」。その いとど名の立つ折り伏しにたぞやをりりす。十郎左衛門が清水寺へたどり着いてお局の水の前で耳をすましていた時分松江門郎はほろ酔い起源の赤い顔に扇子を当てて花歌を歌いながら案内を知った京の遊女町地獄が辻から加が辻のたりをぶらりぶらりと春の夜風に吹かれていた。 見れば、いつの間にどこで着替えたのか十徳姿を同服に改めて杉並の傘をまぶかに尺八を腰にさし友の者も連れないで一人歩きの手である「ここは山陰森の下月夜ガラスはいつもなく締めておよれの夜は夜中」「老人なかなかの美音である。 初めは小声だったのがだんだん浮かれだしたらしく粋な錆びのある喉を聞いてくれと言わぬばかりに歌いながら通るあらいい声だわねちょいと寄ってらっしゃいよ柿色ののれんのうちからたちまちそういう声がかかるチュっチュッと根づなきをするものがあるこれこれこれは近頃迷惑なまあこの席は通して送りゃれ い,いややらぬこの昭和る男目が「さあこの傘を脱ぎなさい」ってば工事の真ん中へバラバラと女どもがかけて出て一人は同服のたもとをつかまえ一人は腰の者の,のさえへ手をかけ一人は早くも傘の尾を時にかかったので老人は立ち往生をしたまま相変わらず大善として夫婦酒臭い息を吐いているははははまあまあ やつがれ、必ず帰りりにはおより申すから。そんな無体なことをしたもうなというのに傘を取られたって逃げるぞ兜もしごろもナッチもいらない」。などと老人さすがこういうところへ来ると物慣れていて騒がずたじろがず寄せての軍勢をうまくあやなしてするりするりと通り抜ける呼吸は何と言っても通人だけのことはある。 伏見からここまで後をつけてきた若党の余平次は悪くすると自分もたもを引っ張られそうなのでなるべく暗い影に沿って歩いていたがこの老人の鮮やかな衰退にはすっかり感心してしまったいやどうしてどうして恐れ入ったもんだこれじゃあうちの旦那のような野暮天とは大した違いだ第一 こんなところにこんなにぎやかな不夜城があることをちゃんと心得ているばかりかここかしこの店に顔なじみさえあるらしいのには驚くお方は殿様の御用をかこつけて四終都へ出てくるのだと見えるが一体こうして軒並みの女を冷やかして回ってどうする了見なんだろうまさかこんな連中の中から例の一件を探し出そうというのでもあるまい どうせ今夜は骨休めにどこかへ上がって大切な主人のことよりも約束の方を先に片付ける寸法なんだろうが上がるなら早く上がればいいのに」と案の定「ごめんよ」と言ってある一軒の敷居をまたいだのでその尾についてのれんの隙間から覗いてみると「おやおひさしをすなあんたさんいつお上りやしたえと、 奥から五十格好のめっかちのおばあさんが出てきて挨拶しているなにね実はこの間の手紙の話なんだがね何しろ早く早くとおっしゃって急に足元から鳥が立つような魚医だもんだから早速やってきたようなわけなんだがどうだろうおばあさんちっとは心がけておいてくれたかしらははここは口入れ屋だな このババアに前から頼んであるんだな。そう気がつくと、ヨヘジは一層息を凝らした。へえへえ、こないだお使いいただきましたさかい。ほぼ聞き合わせてるのですけど、そないおやしたかて、あんたさんの注文、えらい難しいおせやろ。それはやつがれも察しておる。だがそのかわり、お礼はたんまりと使わすぞ。へえへえ、 そこはもうあんたさんのことどすさかいに。で、どうかねおばあさん、少しは耳寄りなのがあるかねおすえ。と言ってばあさんは、片っぽしかない白目がちの目ん玉を、青貝のようにピカリと光らせて、待ってましたとばかりに膝をすめた。おすえ、旦那さん。ふ、うん、あるか。へえ、へえとも、それがなあんたさん。 ま、聞いとくれやすほんまに何という幸せかつい二三日前に知らしてきたとこどすえんせ向こうさんは身分をはばかっておいでで今のところ名前言うたらあかんとお言いやすのどすけどあれやったらきっと受け合いますどれほど襟好みの強い殿様かてあのお方が気に入らん言うことはおへんえそらもきっときっと首にかけても。 ははは、<laughs> どうだか性のものを見ないことにゃ仲戸口というやつはあんまり当てにならんもんだぜよろしよすつい千本の西戸坂、何時かてお目にかけますそやけどあんたさんうっかりお見やしたら目がつぶれますぜ。わてかてこないだいてみましたら今でも立派な奥御殿にちんと貸し付かれておいでで腰元やらなんやら行さんついてて こないな大層な暮らしやったらなんで困ることあるのかいなとほんまにびっくりしましたがなはないなとこのお姫様になったらやっぱりここらの辻の女ごとはまるっきりひんがちごてどすな。いいよいいよもう分かったよ話半分に聞いておくから。老人口の先ではひどく落ち着きを見せているもののその実ばあさんの調子に乗せられて総合を崩しているところは少子である。 そしたらあんんたさんどうしやす。明日朝のうちに向こうさんの都合を聞いときますさかいお昼過ぎにこちらへおこしやしたらではそういうことに願おうかのおばあさんのことだからあそこは除災もあるまいが万事手抜かりのないようにな庄右衛門郎は幾度も念を押してからいそいそとして表へ出るとまずこれならば常主日だと言った様子で またた歌歌を歌い始めた「小畑山地に雪暮れて月を伏見の草枕」「今度は老人手のひらで扇子をたたいて拍子を取りながら再びにぎやかな遊女町の方へそろりそろり引き返していくのである」「浪速堀江の足分け舟はそよやそぞろに袖の濡れそろ」 そのうちにとうとうある店の前で捕虜になって「三十門では高いの十五門に負けておけの」と押し問答をしていたが揚げ句の果てに傘を脱がされてよろよろと女の腕にもたれながら転げ込むようにのれんの奥へ消えてしまった。